はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガ2秘宝伝説、続きをやっていきます。北の洞窟を抜けたところになりますね。今は第一世界イシスの神殿周辺というところにいます。で、下の地図を見るとびっくりマークがあるんで、とりあえず先生がねびっくりマークのところへ行ってみるといいって言ってたので、町へ行くかびっくりマークへ行くか、ちょっと待って、敵が襲ってきてた。町先に行くか、ちょっとびっくりマークで何が起こるか分かんないから、あ、父さんだ。いや、こんな近くにいないでしょ、どうせ後ろ姿が似てるっていう、そういうお家。あ、いなくなっちゃった。そもそもなんかいろいろびっくりマークがついてんな。先生もどきみたいな人、生徒かな、先生の教え子さんですか、先生の今の生徒ね。てか先生って普通に名前なの。ということは私のことは先生から聞いてるみたいね。わからないことがあったら尋ねなさいと。世界を旅しながらみんなにいろんなことを教えてるの。知りたいことがあったら何でも聞いて。もう一回話すのか。何を知りたいか、人間、エスパー、モンスター、メカ、バトル、違法とマップアビリティ、他はまだ。まあいいや、特に聞くことはない。こいつなんだ。よう、そこのあんた、いい話がある。わしのアイテム売ってみないか。あんたから買い取った商品はわしがずっと預かっといてやるよ。その商品がまた欲しくなったらわしに声をかけたらいい。普通のお店よりは高値になるが、あんたに売ってやろう。ああ、なるほど。若干倉庫っぽいけど、倉庫っぽいけど金がかかるっていう。いや、でも今売るもんないからな。そんな貴重なもの持ってない。おばちゃんは西へ行けばイシスの神殿いた。こんなとこで何してんだ。なんだね、チミたちは。ゲ、人違いだ。失礼なやつだな。声かけといてゲとか言って。ところで、古き神々の遺跡に秘宝があると言われてるが、どこだか知らないか。知らん。そういう時は酒場で情報を集めよう。ハブ。天の柱は天界を支えている。いらっしゃい。え、10円かかんのか。まあいいや、子供じゃないか。帰れ帰れ。北の山奥に天の柱と呼ばれる巨大な柱が立っている。北の谷にアシュラの基地ができた。アシュラの手下どもは秘宝を探しに来た。これジュークボックスだよね。そう、あ、全然ない。一回聞いた曲じゃないとダメなのか。あれで、またびっくりマークが、宿や骨。デブスライムはなんだ。そういらのことが気になるんですか。倉庫版、え、倉庫は倉庫であるの。アイテムを装備するときと同じように操作すれば預けられますみたいな。イベントアイテム以外は預けられる。え、なんだ、さっきの売るっていうあれがよくわかんないな。何のために売るんだ。じゃあ倉庫に預ければよくないっていう思うんだけど、ちょっと違うのかな、使い道が。まず武器屋に行こう。ゴブリンじゃんこいつ。で、弓、パンチ、レイピア。ちょっとレイピア買いたいけどな。その素早さを上げたいんだよね。普通にあの構造しないとやっぱり上がらないみたいなんで、ステータスは。サイコダガーか。悩むな。高えな。金がそんなに有り余ってるわけじゃないからな。まずは回復アイテムだな。先生いなくなっちゃったから。あー、ここら辺防具も揃えられるのか。ミスリルのコテとか3400円、むちゃくちゃ高えな。ブロンズとさ、全然雲泥の差なんだけど、10倍以上の差がある。まあ、コテ買って、あ、そうか、メカも装備させないといけないのか。で、コテだけはちょっと、安っちいし、エスパーにも装備させるか。エスパーは技を覚える分、
装備できるアイテムが少ないんだよね。でポーションは結構必要だと思うから、まあ50円だし4つくらい買っとこう。まあ1セット4個だからね、これで16個。でミカミックスの装備をブロンズのコテとブロンズの兜をつけよう。でエスパーはコテだけ。あー、兜の方がやっぱこういう防御力が高いのか、ちっちゃく兜にしよう。コテが余るな。そうするとコテ2つつけよう、余ってるし。で素早さも欲しいからパンチつけとくか、素早さのためにね。で基本的に力が必要なあれはないんで、このままで。ペットちゃんは別に装備とかはないはずなんで、そのまま放っときます。いつ肉を食わせるかだよね、タイミングが難しいな。で止まって、止まればデリンジャーが回復するんで、一応見てみよう。ガラクタデリンジャー25、いいね。これでまた戦いに出られる。でイベントのところ行ってみますか、びっくりマークのところ。ん、どっちだ、ここ。あ、襲われてる、やめてください。何しているんだ、なんだお前は、邪魔するな。なんのお前らは何をしてたの、ハエ男。近寄るな、汚らしい。ロングソード行こう。てかスリップルがマジでいらないんだけど。ここは全員普通の攻撃で、デリンジャーミス。攻撃をしてほしいからね。そう考えると防御を選択するっていうのもありはありだよな。大丈夫かい、助けてくれてありがとう。カリオペと言います。助けてくれたお礼です。500マジックパワー、なんだこれ。ミューズの世界に帰ります。ミューズの暮らす世界のことです。そんな世界があるんだ、興味があったらぜひ遊びに来てください。どうやって行くんだい。私たちの使いの天使がいろんな街にいる、そのものが私たちの世界へ案内してくれる。お会いできるのを楽しみにしています。なんだ、どういうシステムだったっけ、わからん。わからんけどいいや、先へ進もう。イシスの神殿を目指すか。ちょっと敵とは戦いながらパラメーター上げたいのと、エスパーがやっぱり技を覚えたい。ちょっと待ってよ、こいつは炎唱えよう。おデリンジャーなんかすげえミスるな。なんだ、何が原因だ。元々のデリンジャーとしての痛い性能か、パラメーターに問題があるのか。これ骸骨は仕留められる。いや、やっぱりレピア買おうかな、素早さ上げたい。ゲーマジでなんだすげえミスるんだけど。よし、力上がった。で最大ヒットポイントも上がって、肉はとりあえずいいや。戦闘をちょっとこなして、やっぱりパラメーター上げは重要なんで、レイピア買おう。レイピアとロングソードを交互に使っていく。まあ、武器の回数もね、使用制限があるんで、持ってていいっしょ。レイピア400円、戦闘4回分くらいか、1回の戦闘で100円くらい入るからね。でレイピアをつけて、なんか場所変えたいんだけど、これ上の方にしたいな、レイピア。でちょっとデリンジャー使っちゃったからね、よヒットポイントも減ってるし。ケアルがなマジで欲しい。回復手段がポーションだけっていうのはちょっと心もとない。あれ、イベントのマークが
ここにあるの？助けたからなんかそのミューズの世界に行けんのか？あれ、この人初めて見る顔だね。三味線を弾きながら旅をしている。よろしく頼む。いい感じの曲を思いついてよ。聞いてるかい？まあ、聞いていこう。え、よくわかんない。なんだこいつ。ちょっとリメイク作品の要素が全然わかんない。通常のゲームボーイ版はね、まあ、子供の頃にだいぶやったよね。まあ、その時は純粋に楽しんでやってたから、なんか極めるとかそういうことは意識してなかったけど、単純にもう何周もしたっていう感じ。ジャガー2体、まあ、最初は通常通り攻撃を見せる。ゲーなんだマジマジ、なんなんデリンジャーとか不良品なんだけど。のナツメが弱すぎるんだよな。炎はいいかもしれないけど。でレイピアやろう。スリプルトライトくる。まあ、デリンジャーでいこう。不良品を使う。マジで不良品。寝ろ。寝た。でレイピア弱い、弱いけどステータスのためだ。でまたロングソードに戻すか。弓にしよう。弓はね自分でいるから。デリンジャーも自分で狙うけど、こんだけやったのに何も上がらない。悲しい。人型モンスター、ここにも強盗がいるのか。物騒な世の中だ。撃ち殺す。デリンジャーマジでどういうことですかこれ。超理解不能。ゲミ弓も先生がいなくなった途端みんなやる気がなくなってしまった。めちゃくちゃミスるんだけど。デリンジャー当たらん。ただこいつパンチも弱いかな。エスパー相手にゼロは相当弱いよね。でレイピアも弱い。34じゃ死なないか。ちょっとレイピア使ってこう。ケチって。デリンジャーどこまで外すか見ものだなこれ。マジで。なんか装備させたのがいけない？そんなんある？だって。コテが悪い。コテがデリンジャーを邪魔しているとか。まあいいや、そのまま行こう。ジャガー2体。ちょ、デリンジャー15個くらいになったら切り替えよう。もう本当にミスるな。やばい、愛人が死ぬ。いや、ペットも弱い。とか弱すぎる。デリンジャーが命中してくれないと一体倒せないからね。本当に当たらん。ロングソード使っちゃったよまた。だってこれでポーションは使いたくないんですけど。先生がいたらさ、もうケアでバンバン回復したのに。まあでも死んじゃうからな。死なない程度には回復しておこう。先生一人抜けただけでめちゃくちゃ戦力ダウンなんだけど。じゃあ戦闘はこなしていきますか。強盗一体。力はでも重要。撃ち抜け。よくやく撃ち抜いた。カリオペが勝利じゃねえや、評価してくれたとか。よくわかんねえ。神殿、イシスの神殿。カイ様がいる限りアシュラも手は出せない。アシュラとは一体何者なんだ。カイ様に病気を治してもらいに来た。俺も病気を治してもらいたい。この世界の他にも数多く世界がある。
この世界の隣はアシュラの治める砂漠の世界、砂漠の世界の隣は巨人族の世界。よく知ってんだ、行ったことあるのか、カイ様。傷を直しましょう。ポーションも使ったばっかり。しかもこれ何、これ全員見なきゃダメなの。はい、終わり。秘宝のことは何か知らないかい。秘宝を集めてどうするの。まさか神になるつもり。違います。イカミックスのお父さんが秘宝を探して行方不明に。それで秘宝のことを。あなたのお父様ってムチを持ったちょっとかっこいいおじさま、知ってんの。どこに。フラットいなくなってしまった。古き神々の遺跡に秘宝があると言われている。神殿から西へ進むと岩場があり、さらに南へ行くと森がある。森にこの秘宝を持っていけば遺跡の場所がわかる。不死鳥の人、ミニマップの機能が拡張された。じゃあ行くか。これさ、デリンジャーとか回復してんのかな。回復してね、あくまでもヒットポイントだけだ。完全にポーション無駄にしたな。まあ、とりあえず西の遺跡とやらを目指しますか。戦闘をどれだけこなしていくか。普通に歩いて普通に接触した敵を倒していこう。デリジャーが、いや本当に当たんない。弓って結構ダメージばらつきない。弓にしよう。ほらいいね。いやステータスそんなに頻繁には上がんないな。もうちょっと押しっていうか、どっから敵出てきた。ジャガー安定の弓で。てかさ、メカ行動してもしょうがないからね。ブロンズシールドでも使わせよっか。まず1回は全員行動したいからな。メカ先頭に持ってきて隊列で、多分前にいる人の方が食らうよね、ダメージ。ペットはもうヒットポイントが45しかないから、歩き方がそもそも変わってるんだ、メカに。いいね、すげえメカっぽい。全然見えん。で、強盗一体だから、ここはブロンズの盾。で、処理をする。これ、何もしないってあるんだっけ。はいいや。今度はロングソードが見ついたし、ゲッ、やばい、強い。無駄。レイピア。何もしない。無駄。ガード。上がらない。まあランダムはランダムだよね。敵が強い方が上がりやすいとかってあんのかな。レピアなしでいいや。少ない。これ何？ロックマジックパワーくれるけど。こういう通常の地形のところには何もないのかな。北を上にしないとミニマップとの整合性が取れないんで分かりづらい。右下のところに洞窟があります。まあ、遺跡か。ジャガ一体、敵がいっぱいいた方が上がりやすいのか、そこもちょっとわからんけど。肉いらない。完全に姿が見えない。あれ、なんかいる。いや
僕はミューズたちの使いのものさ。君を誰も知らない秘密の世界へ招待しようと思ってやってきたんだ。秘密の世界、まあ行ってみますか、せっかくだから。あ、ミューズの楽園。これさっきの人、お待ちしてました。ここは私たちミューズが暮らす世界。あの扉の奥にいる庭園で過ごしている。扉、はじめはありませんが、ミューズがこの世界に戻ると現れる。あの扉は私の過ごす庭園につながっている。庭園に戻ります。ぜひ会いに来てください。しゃあない、行ってやるか。旅の扉だな。カリオペの園、遊びに来てくれたんですね。颯爽と現れて素早く敵を倒す、そんな勇者様に憧れている。プレゼントする。何を。ちょっとあげたくないんだけど。あげないよ。さよなら。で、多分こいつに話しかければ。マジックパワーを手にする資格を持っている。運命の女神様のことは知ってるかい。運命を司る神様、運命の城で世界中の人たちの運命を見守っている。運命の城は常に移動しているから、いつでも行けるわけじゃない。この世界に近づいたときは行くことができる。今はちょうど近くに来ているから、君たちを送ってあげる。会いに行くかい。もう行きましょう、せっかくだ。何にもできなそうだけど。階段の上で運命を司る三姉妹が待っている。目覚めていない方もいる。元に戻りたいときは声をかけてと。いざ会いに。どういうこと？絵じゃん。こんなところを訪れる者がいるとは珍しい。マジックパワーを持っているのか。不思議な運命だ。悪いことが起きなければいいけどね。誰ですか？運命を司る者。時に力にもなり、災いにもなる。割り当てる者、ラケシス。マジックパワーで運命を変えてみたいとは思わないかね。え、変えたい。これ愛、友情とか愛だな。買っとこう。3個、結構あるね。マジックパワー、そっか、あいつからもらったからか。運命は変えられる、変えられない、どっちかね。いや、運命は変えられる。あ、なんか使えるようになったな。連携、運命の意図を持っていると発生することが仲間との攻撃。連携が使えるタイミングになると、左上に連携パネルが表示される。バツボタンを押すと、バツチェック X か、運命の糸を消費して連携を発動させることができる。連携すると攻撃範囲が広がってダメージが上がったり、強力な攻撃になります。糸の種類によって仲間との関係性が変わり、チーム称号が変化していく。チーム称号はイベントに関係しており、中には特定のチーム称号でしか発生しないイベントがある。いろいろな運命の糸を使ってチーム称号を変化させてイベントが探してみましょう。はい、帰ろう。だからマジックパワーはここの世界の金みたいなもんだね。あれ、どっから帰るんだ。帰ろう。じゃあ古き神々の遺跡戦うか。ここはいっぱいいる。ここはブロンズの盾、ロングソード、炎を使おう。こいつも炎を使おう。一掃する。くらえ。34。お、一気にゴブリン倒したな。で、ペットも炎を使って、いいね、最大ヒットポイント。そうか、速攻で倒すとカリオペが強化してくれんのか。で、まあヒットポイントは戦ってれば勝手に上がるのかな。でもロングソード、弓、攻撃手段ちょっと20秒欲しいよな。2ターンかけて敵を倒したい。パンチ、パンチって全体的に弱えな。ジャガーの牙強いんだよね。
なんかメカはもう完全に壁役だな。戦いで上がんないからね。なんかあんまり行動させる意味がない。序盤はね。戦闘がきつくなってくるとちょっとやっぱりメカにも助けてもらわないといけないけど。これ右側にアイテムとかあるかな？なさそうだな。地形的になさそう。あれ？何音が聞こえましたって。さっきあいつのことじゃないの？あいつとは関係ないか。ここになんかいる。え、何？メル知らない。敵から逃げたんだけどメルとはぐれた。だからこの遺跡の中を探す。もしメルを見かけたら教えて。わかりました。なんかマーク出てないのかな、メルがいるところ。こういう部屋にも入ってこう。ゲー、宝箱は分かんないんだ。表示されてくれるとマジ助ける。3勝負いっぱいいるから炎使おう。ダブル炎。あれ、これで連携が使えるのか。今出てたね、上に。行けペット、お前も炎だ。ミカミックスちょっと回復させるか。ポーションで。宝箱。ムチ。ムチってなんだっけ。三将魚っぽい敵と当たった。三将魚4体。あと特技をどうやったらこう覚えやすいとかあんのかな。俺は攻撃してペットの炎で一掃。今のところ戦うメリットは金しかないな。しかもさ、画面がかなりでかいからさ、これちょっとデリンジャー使おう。が来たら避けらんねんだけど。デリンジャーミス。弓1体しか倒せないマジで。ただ弱いな。ガマは弱え。ペットの爪で15当たるって弱い証だな。デリンジャー10まで使うか。ほら、なんだ、ほんとなんだ。素早さ、普通の差が2だったら素早さなんだよね。その攻撃の命中率は。で、ピピューだから使っていかないと。素早さが低いと本当当たんないから。対人弓ミス。しかも弱いレイピアは1。こいつ強いな。やるな。ロングソードも数が減ってきた。よし、力、素早さ、いいね。剣ある。スイープル忘れた。いいよ、そんなん忘れて。これってね、確か一番下のやつが変わってくんだよね。だから毒いらない。4つだよね多分今。炎と剣あるとスリープルと毒があるから。で、毒は忘れよう。で、炎と、だから、ケアルと、あと、攻撃魔法が一つ欲しい。ファイヤーなり、ブリザードなり、サンダーなり。ただ、ケアル覚えたのかなりでかいな。これで、回復はかなり楽になる。ユミ。ガマの肉。連携でどれだけ強くなるかだよね。こっちとか、ちょいよ、様子を見よう。こっから来たから。ゴブリン、ゴブリン3勝負か。まあ、攻撃をしていくか。
アイリーン。ゴブリン35くらい。耳の方が安定はするね。ミカミックス割とステータスが上がってる。いや、エスパーも上がるよね、だって。いや、弓じゃ上がんないのか。え、ハエ男がすげえいっぱいいる。ロンズの盾。ちょっと連ピアに切り替えよう。で、炎を炎で。早い。無駄。強い、マジで。ブロンズの盾、強えぞ。攻撃して、てかハエ男自体弱えわ、数だけだな。これで一掃できるはず。ハエ男の人間いらない。金はすげえ持ってんな、いっぱい出てきたから。空っぽ、悲しい。何、ここはもうすでに回収されてんのか。え、ゲー、ひどい、閉じ込められた。俺たちを倒さないと扉は開かないぜ。なんだこのイキリは、イキリエノキモドキとイキリガマ。ガードしよう、素早さ上げたい。やっぱり愛人ソフトサイコダガーかな、高いけど。魔力を上げたいから、魔力と素早さも上げたいんだよね。力はいいや、2つ伸ばしていこう。固定の攻撃力のものはなんか上がらなくてだからね。もっときついな、生きってるだけあって強い。デリンジャーの出番か、撃ち抜く。今こそデリンジャーの力を見せてやる。撃ち抜け。ミス。ちょっと外す、最大一撃当たったよし。それは重要。まだ落ちないぞ。何、それは予想外だ。ちょっと多いな。炎を使うか。行け愛人。ゴブリンは炎一発だな。こう弱いとね、肉を食う気がしない。ようやく開いたか。ここなんかない、なんもねえ。とこっちに覗いてこう。空っぽか、また空っぽだね。そうだよね、序盤のダンジョンなんだからさ、誰か来ててもおかしくないよね。俺たちむしろ後発組でしょ、どう考えても。序盤のダンジョンが荒らされてない理由がよくわからないから。で、愛人セットが続くんで、これ炎炎でいけんな。ダンジョンが終わったらちょっと愛人にサイコダガー買ってあげよう。あ、またケアル動いた。ケアル2つはいいや。で、今のうちにじゃあしょぼいケアルを使って、しょぼいケアルっていうか後の方に覚えたケアルね、回復しておこう。これで忘れても回復は残る。で、こっちに降りて、東の方から音が聞こえました。あれ、またあったね。まだメルが見つからないんだ。君たち戻って探し直すよ。え、戻るべき。いや、でもどこにいるんだ。こっちちょっと覗いてみよう。宝箱か。これは中入ってるかな。5体、5体はちょっと多い。
炎の出番。ペットの炎が残り少なくなってきた。やばい、ペット狙った。ペットはマジでヒットポイントが低い。よし、力。レイピア主体に切り替える。力は割と上がってきてるっぽいんだよね。力12の素早さ6だからね。ちょっと愛人のショボケアルで回復させよう。ポーション、いやもうポーションはいいや。さて戻るべきか進むべきか悩みどころだけど先へ進もう。クリアしても、いやクリアしちゃったらなんかメルとかいなくなりそうだな。ちょっとレイピアに切り替えよう。あと7回。ガマは早いね。攻撃力はそんなに強くないけど。愛人いけ。炎炎連携率 100%、 総ダメージ36、連携。要はねえのきもどきをちょっと行動を退くか。強いんだけど普通に。マジックパーも割と溜まっていくからね、いっか。結構買って結構使えば。この台座の宝箱は怪しい。ガード、レイピア、弓、爪。弱すぎる。こいつは攻撃が弱すぎるな。手パンチなんでこんな食らうんだ。やばいやばいやばい。ちょっと普通にケアル使おう。ちょっとガラクタお前も攻撃に参加しろ。一回やれば一緒。てか魔法使えば魔力わかんのかな。今更だけど強え。力が上がってるから全然回復しねえ。魔力が低いのかまだ。ケアルもう一回唱えよう。よし力力。おブリザード覚えた。パリケアルとった。オーケーオーケーオーケー。3つで回さないといけないから、スリプルはもう交換要因だな。かまいたちの鎌破壊。超謎。誰か来たぞ。とりあえず秘宝を持って退散しよう。あいつら秘宝泥棒です。アシュラとかいうやつの手下かもしれない。え、その前にさ、なんとかちゃん見つけてないんだけど。ギャー、爆破宝箱だったとか。ひどくない。ケアルはもうなくなっちゃったかんな。いきなりもう3分の1減ったんだけど。いや空っぽ、全部空っぽでしょ。いや待って、あいつを助けると、あいつってもうなんとかちゃんって名前忘れてたけど、魔力の紛あんの。力の紛、素早さの前。これは装備できるんだよね、秘宝は。で、うお、めちゃくちゃ素早さ上がる。力はだっていらないよ。ミカミックス力のマギ、脳筋にしよう。魔力よし、 OK。 これ
それでだいぶパラメーターが増強されるから戦闘が楽になる。これも踏まえての、まあ、調整なのかな。先制攻撃いいね。デリンジャ使おう。ヘビアにしよう。でブリザード、あブリザードでもあれか、全員か。デリンジャなんでマジで当たんねえんだけど。すごい、マジで。でイベント、早くドア開けろ。え、これ開くの？扉が開く。やられている、死んでる直接的してくっ。あいつは生きてんのか。我々ガーディアン、アシュラの野望を阻止するため秘宝を守りに来た。逆にアシュラの手下に秘宝を奪われてしまった。グフ、カイに相談しに行きましょう。感服だ。イベント発生、新たなイベントが発生。会話に参加していない仲間たちが話す様子を見ることができます。チーム称号によって、へえ、トレジャーポイントって何、アイテムが入手できることもある。死んでる。一体何でしょう。地面に紙切れが落ちている。謎の紙切れ、ちょっと見せて。ラブレター、このガーディアンが愛する人のために書いたんだ。あまりにも悲しい。冒険の途中で手がかりが見つからないかもしれない。この紙切れを私たちが持っていきましょう。てか俺がいないんだけど。あ、仲間たちの会話だもんね。え、これちなみにさ、なんとかちゃん見つかってないんだけど、見つけるべき。もう一回入ってみよう。回復したいという思いはあるけど、ちょっと待ってくるさ。じゃあもうお前邪魔だ。デリンジャーで撃ち抜くってさっきから言ってるけど、撃ち抜けないんだよ。撃ち抜けた、ザコが。こっち、こっち探そう、ちゃんと。西の方から音が聞こえました。これを追ってけってことね。あ、一応イベントポイントはじゃあ出るから。メルが見つからない。先のお家に帰ってるかも。こっちに帰ってみる。なんだそれ。オリニア、メル見つかったら教えてね。マジクパなんてくれんだ。いなかったら探し直す。お家ってどこの町？まあいいや、外に出よう。じゃあ糸は割と買い込んでおいても大丈夫かもね。じゃあというわけで最初の町に戻ってきました。とりあえず寝て、あとは武器が結構減っちゃったから、そこら辺も補充していきたいと思います。103キロ、これね、回復させると安くなる。ヒットポイントが減ってる分だけ金かかるんで、ヒットポイントさえ減ってなければ大丈夫なはず。ゲームボーイ版だったら、ほら、ゼロ。これで能力の回数は回復できると。ただね、まあそんなわけで、じゃあ今回はここで終了して、次回はカイ様のところへ行きたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。